フェンス直撃。バッターランナーは二塁到達。ワンアウトランナー二塁となりました。さあジャイアンツ得点圏にランナーを背負った場面です。ここはもちろん無失点でいきたいですよ。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の内海、この状況にどう対応してくるか。ファウルになります。ワンボールワンストライクです。引っ張った、高いバウンド取った、一塁を送ります。アウト、ツーアウト、ツーアウトランナー三塁とかあります。最低限ランナーを進めてきましたね。さあこの場面で打席には3番の丸が入っています。初球甘いコースでしたがタイミング合いませんでした。ボール球に思わずバットが出ました。ここはあっという間に追い込んでいます。打ちました、セカンド取った、一塁へ、一塁アウトで3アウトチェンジです。カープサードランナー残塁に終わっています。4対0、ジャイアンツがリードしています。西さん、今日は打線が非常に頼もしいですね。ご覧になっていかがですか。いや本当ですね、今日は面白いように打ててるんじゃないですか。そうですね、この後もどんどんとヒットが出る、そんな予感です。高めの変化球は決まりません。打ちました、菊池、アウト、ワンアウト。打席には5番バッターバッキア、先ほどの打席で先制のタイムリーを放っています。まずはワンアウトを取っています。ピッチャーちょっとどうでしょう、疲れも見え始めたようです。さあ西さん、ここは攻め時ですよね。こういう場面どんどん打てる雰囲気が出てくるとチームにも勢いが増しますからね。見逃して三振になります。ツーアウトになりました。バッターボックスには6番マギー、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。初球ストライク、さあ2球目は何か。2球目決まっています。これが3球目。見逃して三振です。3アウトチェンジ。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。3回終了、4対0、ジャイアンツがリードしています。さてリードしていくキャッチャーですが、ここは何が重要でしょうか。小宮山さん、まあそうですね、フルヒッターですから緩急つけながらアウトコースの速い球で勝負したいですね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。ここはギリギリに外れるくらいのボールが理想ですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。ここのファールです。次の球もストレートはあれですね。なるほど、さあどう来るか。低めの変化球は外れました。打ちました、これはどうだ、セカンドうまくさばいてアウト、ワンアウトです。打順は5番新井、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。内海、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。ファウルになります。さあ3球目は何か。あーボールですか。はい、変化球で空振りを取ります。6番バッターエルドレッド、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球は際どいところに来ました、ストライクです。低め、ノーボールツーストライク。ファウルになります。ノーボールツーストライクです。打ちました、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切りました、ファウルボールです。引っ張った、これはサードライナー。は
反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4対0ジャイアンツがリードしています。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。バッターは岡本、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ジャイアンツリードで迎える4回の攻撃です。西さん、ダメ押し点の欲しいこの場面、まずは出塁したいと思うんですが、いかがでしょう。この点差ではまだまだ安全圏とは言える状況ではないですからね。確かにその通りですね。打順は8番小林、先ほどの打席はライトフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。マウンド上ピッチャーちょっと疲れてきたか。いや、たまにね、力がなくなってきましたね。横への変化球が決まります。あっという間に2ストライクです。切れていきます、ファウル。打ちました、これもファウル。変化球空振り、2アウトになっています。ピッチャーに打順が回って先発の内海が打席に入ります。まあ、ミートして前に飛べば何が起こるか分かりませんから、バットを出していってほしいですね。そうですね。スライダー決まってストライク、ノーボール2ストライクです。打ちました、わずかに右に切れました、ファールボール。打ちました、決めました、ファウルボール。これが5球目。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。この回ジャイアンツ三者凡退です。4回終了4対0ジャイアンツがリードしています。小宮山さん、野手の援護もあってここまで伸び伸びとしたピッチャーは投球が続いてますね。そうですね、できれば1イニングでも長く投げてもらいたいというふうにベンチは思ってると思いますね。そうですか、どこまでこのピッチャー引っ張るんでしょうか。低め見送っています。インコース変化球決まりません。ファウルになります。さあ勝負ですね、ゾーンギリギリにいいボールを投げ込みたいですね。なるほど、そうですか。インサイド、打球はセンターへ、ここはフライになっています。よう抑えてワンアウト。バッターボックスは8番相澤。宇都宮、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、切りました、ファウルボールです。またファウル。真ん中打ちました、この当たりはどうか、レフトライナー掴んで、これで2アウトです。さあ今度はバッティング、過去の打席に入ります。今日はピッチングの方がちょっとね、その分バッティングの方で取り返したいですね。はい、そうですよね。バッターボックスには代打の西川。小宮山さん、この場面で変えてきましたね。そうですね、塁に出して余計な神経は使いたくないですからね、しっかり抑えたいところですね。そうですね、さあ注目しましょう。初球ボール、ファウルになります。次が3球目。真ん中決まった。ワンボールツーストライクと追い込みました。高めのボール打ちました。センターへ打球伸びる。この打球はフライになっています。陽が掴んで3アウトです。
反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4対0、ジャイアンツがリードしています。これから5回の裏、ジャイアンツの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。背番号23、矢蓋が2番手としてコールされています。ただいまの会に代打いたしました。西川はそのまま入り、サード7番ピッチャー矢蓋、背番号23、9番サード西川、背番号63、以上に変わります。さあ、マウンドに上がったのは薮田、今シーズン6試合目の登板です。さあ、西さん、ここで出てきましたね。まあ、しっかり攻略したいですよ。そうですね。まあ、ただ流れを変えられないようにしっかり攻めていきたい。これは手が出ないか。改めてお聞きします、このヨウ、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあ、そうですね、状況にもよりますが、基本的にはフルスイングが身上の強打のバッターですね。ああ、なるほど。打ちました。これはどうか、センターに抜ける。これが今シーズン50本目のヒット。ノーアウトランナー一塁です。2番バッター寺内、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでバントしました。サードが取る。一塁送球、アウト、ワンアウト、送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。さあ、そしてバッターボックスには村田が入ります。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあ、ここで点差を広げると、さらに相手チームにプレッシャー。打ちました。セカンドの右抜ける。三塁を回っていく。バックホームする。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット。5対0、ジャイアンツリードを5点に広げています。バッターは4番坂本。初球ストライク、空振り、ノーボール2ストライク。ライト方向を流しました。一二塁間を破る。二塁はセーフ。今日もマルチヒット。ワンアウトランナー二塁一塁。バッターボックスには5番脇谷。さあ、大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。まず際どいコースをついてきました。あっという間に2ストライクです。落としてきましたが、これは外れます。インローボー、打ちました。これはどうか、セカンドの右抜ける。ホームに送球する。これでマルチヒット、ワンアウト満塁です。小宮山さん、ピッチャーの状態なんですが、やや疲れを感じてますかね。そうですね、球数自体は多くないとは思うんですけど、疲れという面ではちょっと気になりますけどね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。ここは中間守備ですね。まあ、バックホームとセカンドゲッツー両方狙える守備。打ちました。ショートの横抜けた。ホームに送球。サードランナーホームイン。ジャイアンツ1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。6対0になりました。ジャイアンツリードを6点に広げています。バッターボックスは7番岡本。ジャイアンツこの回7人目のバッターになります。初球ボール。ここは中間守備ですね。まあ、補給してからどこに送球するのか、一瞬の判断が難しいところですね。なるほど、そうですか。切れていきます。ファウル。この場面振っていきましたが三振。ツーアウトになりました。小宮山さん、現在のピッチャーの状態、まだ30球に達していませんが、どうでしょうか。これで精一杯って感じじゃないでしょうかね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう。1
球、空振りでストライクを奪いました。ライト方向を流しました。弾き返した打球はライトへ。鈴木が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回ジャイアンツ2点を追加しています。5回終わって6対0、ジャイアンツのリード広がっています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。さらにこの回先制のチャンス、迎えるは5番脇谷、2点タイムリーヒット、ジャイアンツ先制します。続く攻撃、ワンアウト1塁3塁のチャンス、6番マギー、追い込まれてからのタイムリー、ジャイアンツ1点を追加します。さらに続きます、ワンアウト一塁三塁で7番岡本、追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。ジャイアンツ1点を追加します。3回の表、ランナー三塁のピンチ、ここはしのぎます。